こんにちは、希望の国家ラボの山岸です。今回は膝の痛みを消し去る最高の夜専用膝痛ストレッチをご紹介します。膝の痛みや疲れを取り、翌日しっかり動けるようにするため、そしてぐっすり眠れるためにもとっても効果的なストレッチになります。体の疲労や痛みを夜に解消することでぐっすり眠れて、そして翌日痛みなく軽やかに歩くのに非常に効果的になります。今回なぜこのようなストレッチをご紹介するかというと、慢性的に痛みを抱えている方は体が緊張してしまい硬くなり、思うように深い睡眠を取れていないんですね。そうなると痛みがなかなか良くならないし、疲れも溜まるし、人によっては朝からぼーっとしてしまい、なかなか活動できないっていうケースも非常に多いんですね。これを打破するのが今回のストレッチになります。このチャンネルでは膝痛を解消するための情報をたくさん配信しております。見逃したくない方はチャンネル登録をしてお待ちくださいね。それではこちらの映像をご覧ください。どうぞ。はい、それでは実際に解説していきたいと思います。今回のストレッチで大切なことは、息を吐きながら楽に伸ばすようにしてください。それはなぜかというと、強く伸ばしてしまうと体が過度に緊張してしまい、深い睡眠を妨げてしまいます。そのため息を吐きながら優しく伸ばしていきましょう。まず運動の方法を解説した後に、解説なしの映像を5分ほどご用意しております。ぜひ映像を見ながら繰り返し行ってみてくださいね。それでは早速行っていきましょう。まずは胸椎ストレッチになります。胸椎とはここになりますね。いわゆる猫背になりやすい部分になります。まず最初になぜここを伸ばすかというと、膝痛の方の多くは背中が丸くなり、膝に負担をかけて痛みが出てるケースが非常に多いんですね。そのためまずは体の中心である背骨ですね、特にこの胸椎をしっかり伸ばしていきましょう。やり方は至ってシンプルです。両方の腕を床につけて、胸を床に近づけるようにしていきましょう。そのようにすることで胸椎ですね、肩甲骨の近くの背骨がしっかり伸びていきます。優しく痛みのない範囲で行っていきましょう。もちろん休憩を挟みながらでも OK です。ここで一つポイントになります。それはお尻の位置になります。お尻の位置が角に前に行ったり後ろに行ってしまうと、思うようにストレッチができません。必ず膝の上にお尻が来るような姿勢で行いましょう。続いては広背筋ストレッチになります。広背筋、その名の通りですね、背中に多くを占めるとっても大きな筋肉になります。この筋肉とっても硬くなりやすいんですね。硬くなることで肋骨や胸郭の動きが乏しくなり、何が起こるかというと浅い呼吸になってしまうんですね。こうなってしまうと疲れがなかなか取れなかったり、睡眠が浅くなったりと悪いことだらけなんです。そのため柔らかくすることはとっても大切になります。片方の肘を床について、反対の手を延長線上に置いて、腕を伸ばした側の脇を床に近づけてゆっくり伸ばしていきましょう。伸ばした側の脇や背中が伸びている感覚があれば OK です。ゆっくり息を吐きながら伸ばしていきましょう。続いては股関節の付け根にある腸腰筋を伸ばすストレッチを行っていきます。健康寿命には欠かせない股関節の周りの筋肉は実は非常に硬くなりやすいんですね。硬くなるとどうなるかというと、股関節が曲がった状態になってしまうんです。そうなると膝も曲がってしまい、腰も曲がってしまい、ものすごい負の連鎖が起きてしまうんです。このような姿勢になっている方は要注意になります。そして膝に注目すると、膝が曲がった状態、つまり膝が伸びていない状態になると、膝が支える面積が減ってしまうんですね。こうなると膝への負担が大きくなり、関節や半月板、腱、靭帯などに過度に負担をかけてしまいます。そのためしっかり柔らかくしていきましょう。両手を捕まっていただいて、胸を張りながら腸腰筋をしっかり伸ばしていきましょう。ここでポイントは、膝を過度に前に出さないようにしてください。そして伸ばす際には骨盤を前に動かすようなイメージでやると、股関節の付け根の腸腰筋がしっかり伸びているのを確認できると思いますよ。ぜひやってみてください。はい、ここからは寝ながら行っていきましょう。少し息が上がってしまった方はしっかり息を整えて、一呼吸置いてから行ってくださいね。繰り返しになりますが、無理せず何よりも楽に伸ばすことが大切になります。横向きに寝ていただいて、下の足を深く曲げていただいたら、上の足首を持ちます。上の足のかかととお尻をくっつけた状態でゆっくり後ろに引いていきましょう。前ももの筋肉が伸びているのを確認できると思います。このストレッチのポイントを2つ解説すると、かかととお尻を離さないようにすること、そして腰を反らないようにすることが何よりもポイントになります。前ももの筋肉が硬いことで、特に膝下の室外腱という腱に痛みを引き起こしやすいので、しっかり伸ばすことで痛み解消に非常に効果的になりますよ。
続いては背中伸ばし体操になります。やることは至ってシンプルです。背中周りをしっかりほぐすことが何よりも大切になります。特になかなか眠れないという方、背中周りがガチガチに固まっていることが非常に多いです。そのため、背中をしっかり柔らかくすること、非常に重要になってきます。両手を組んでいただいて、手を上にぐーっと伸ばしていきましょう。その際に、背中全体がぐーっと伸びているのを確認しながら行っていくと良いですよ。この体操のポイントは、膝を曲げた状態で行うのがポイントになります。膝が伸びた状態で行ってしまうと腰を強く反ってしまうため、かえって背中周りがガチガチに固まってしまうことが非常に多いんです。なので膝を曲げた状態で背中周りをぐーっと伸ばしていきましょう。最後は深呼吸になります。体を落ち着かせること、そして自律神経でいうところの副交感神経を優位にすることが非常に重要になってきます。とにかく体をリラックスした状態で寝ることが何よりも大事になってきます。お腹に手を当てていただいて、鼻から吸って、力ゆっくり吐くようにしていただく。そして手をお腹に当てていますので、お腹が膨らんでる感覚とお腹がしぼんでる感覚。そういうのをですね、イメージしながら、実際に手で触りながらですね、呼吸をしているというイメージを持っていただくと、深呼吸の質がぐーんと上がってきますので、ぜひ腹式呼吸をですね、だいたい30秒だったり、今回は1分ぐらいやっていただけると、きっと体がリラックスして楽になっていきますよ。それでは解説なしの映像になります。映像を見ながら一緒に行っていきましょう。
いかがでしたでしょうか。こちらの体操を続けることで膝痛解消、そして疲労回復にとっても役立ちます。このチャンネルでは膝痛解消に役立つ内容をたくさん配信しております。見逃したくない方はチャンネル登録をしてお待ちくださいね。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。